DE51V エブリーバンですね。もうねこんな感じでもうほとんど中なしです。まあ他のこれ、この部品くださいっていうのがなかったので、もう内装はこれぐらいにして、この辺をね、もうまとめて売ります。で、次はね、ちょっと足回り行くので、タイヤ外して、ちょっと馬で、外なのでね、もう馬で上げて、から撮影したいと思います。はい、タイヤ外していきました。でね、とりあえずショックから行きます。でこのメインのナックルとの取り付け17でキャリパーのこのピン、これねちょっと違うやつついてますが、普通はもうちょっとね硬いやつついてます。これちょっと柔らかいですね、まあ、これは抜くだけですね。でドアを開けてもらったらここにあります。ここねちょっとシートが今ないのでこんな感じになってますが、本当はこのシートにねかぶさってるはずです。今ないのでちょっと記憶ないです。多分シートが上についてたと思います。で頭12が3本ですね。でこれをもう左右外していきます。まあ、取り外しなのでとりあえずね、こんな感じで左右ともちょっと手で緩むぐらいや、これ緩むぐらいね、緩めといてもらったら、で硬そうなやつは外しといた方がいいと思います。でね、まずブレーキホース、こいつね叩いてもらうか、プライヤーで挟んで外してください。で次はね、もうここ外していきます。で、まあ締める時も緩める時もナットの方をした方がまあいいかと思います。こんな感じでスプリングワッシャーとナットでね、ちょっとねハブをグッと上に上げながらボルトを、これをしないとねこのボルトのネジ山が潰れます。でこんな感じ で取り付けの場合はね、とりあえずボルトを緩めてタイヤをつけて下ろして、でローアームがグッと上に上がった状態でつけた方がまあ正確に取り付けできると思います。ホースが引っかかってたのでまあ事前に外しておいてください。で最後にね
ショック外しますが、まあ、外す前にね、まあ、1箇所アイマークをつけてた方がいいと思います。でショックを取り外していきます。でショックを上にグッと上げてもらったらナットが外れやすくなります。先にちょっとねホースが突っかかるのでローターキャリパー外しました。でちょっとロアも支えてもらってストラット外して、で上のボルトをストラット押しながらね、こんな感じで外れました。あとでちょっと商品確認します。でこっちもね同じようにナットの方を回してもらって外してください。もうちょっと時間の都合でインパクトできます。本当はねキャリパーとかついてるんで下から支えといてください。でちょっとねドアが開かないんで上からの映像撮れないです。で必ずあのアッパーのところにアイマークを入れておいてください。あのマーキングね、マーキングをしておいてください。こんな感じで外れました。ちょっと商品確認していきます。まあショックね、もう結構ねうろちょろしましたが、こっち右側はね大丈夫なんですけどね、左側がねちょっとねオイルがにじみ出してるっていうかね、まあ、CRC とかじゃないと思うね、ちょっとね抜け始めてる。でもね裏側乾いてるんですよね。こっち側だけちょっとだけね、まああの食のゴトゴトとかそんなはなかったけど、まあ古い車なので、ね、まあ、その辺は考えて、まあ、商品購入する人は購入してください。でね、ショックのねちょっとアッパーがねこんな感じでちょっとガタ読むかな、まあ、こんな状況になってます。まあショックも6万キロなんで、まあ、へたりはまあ、へたりはないですね。まあ、外してからまあ抜けとかはちょっと確認しますと、まあ、今回エブリーバンのショックですね。ちょっとね変速、初めはローターキャリパーついてましたが、まあ、途中でホースがちょっと突っかかりで下から支えるものがなかったので、まあ、外してからの取り外しになりました。まあ、取り外しとかの動画も、まあ、参考になれば見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。